2023年の10月の8日日曜日で、今日は妻と図書館に行って、まあ自分の趣味を押し付けちゃいけないとは思いつつも、最近自分がハマってる日本の古典系の方を何冊かおすすめして、まあ合うのと合わないのとあったんですが、竹取物語は面白いって言ってたので、まあ少なくとも1冊は面白く読んでもらえてよかったなってところと、他に何冊か借りてたので、なんかその中から合うやつが見つかってくれるといいななんて思いましたね。でもこうやって改めて言語化してみると、趣味に寄り添ってくれるなんてありがたいというか、まあだからこそ結婚できてるのかもしれないですが、これからもそういう感じで仲良くやっていけたらいいなっていうふうに思いましたね。あとは本が、西行魂の旅路っていう Kindle Unlimited で読める西行の歌の解説と現代語訳付きで読める本を読んでいて、松尾芭蕉がその西行を参考にというか尊敬していて日本を旅したみたいな記載が前に読んだ本に書いてあったので、その元の西行も読んでみたんですが、なんか自分の好みとしては西行の方が心に染みるようなところがあるかなっていうふうに思いましたね。もともと武士として貴族として活躍していて、で名門の妻と結婚した後に出家することになって、吉野の山に入って桜を楽しんだり、出家したのにでも自分はその花を愛する気持ちが残るなみたいな記載があったりとか、こう現代的な感覚というのか、俗世間を離れて個人としてその寂しさというのか、それをそのまま素直に受け入れたり考えたり見つめたりしてるみたいな姿があるのかななんていうふうに素人的には思って、なんか面白い本だなっていうふうに思ったのと、今度日本旅行するときにもそういう西行が行ったエリアとか、そういうこと考えながら歩いたらより楽しくなるんじゃないかなんて思いましたね。やっぱり日本人として自分も和歌だったり短歌を読みたいなって気持ちがまた燃えてきて、今日雨降ってたので、秋雨を猫と眺めるベランダは工事の音も儚く聞こえるということで、まあなんか最近工事の音が聞こえてくるんですが、こうまあ朝のこの曇り空の何とも言えないモノトーンな世界と、静かに降る秋雨を猫と眺めていると、工事の音すら儚く聞こえ、大げさに言うと山の中の鹿の音のように聞こえるという、なんかそういう儚さとか静けさを感じる心を、古代の日本人の和歌を歌う人たちから今の現代人の自分まで共通して感じられるっていうことに、その時代を超えた人の営みみたいなものが感じられて、それもまた興味深く感じるということで、まあ一つ久しぶりに短歌を作ってみました。まあせっかく YouTube で毎日動画作ってるので、短歌も毎回1個とか作ってみてもいいのかななんて思いましたね。あとは夜はドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の、日本名で言うとボーダーライン、元の名前で言うとシカリオっていう、メキシコの麻薬カルテルを取り締まって、まあ、アメリカ人の部隊がいろんなことやるんですが、暴力的な取り締まりの仕方をする部隊を見て、女性の FBI 捜査官はそのやり方は違うんじゃないかっていう正義感を持ってるんですが、まあネタバレするとあれですね、その暴力を防ぐために暴力で戦っていいのかどうか、その時個人はどうするのか、組織と個人の間で選択をどうするのかみたいな、自分だったらどうするのかみたいなことを考えさせられるようなところもあって、メッセージ性もあるのと、ところどころ印象的な映像もあったので、いい映画だなっていうふうに思いましたね。あとは最近見ていたスパイ映画のボーンシリーズの3作目のウルティマムっていうやつを見て、3本の中だったら3作目が一番ストーリーとしても映像としても面白いなって思いましたね。スパイ映画ってこうワクワク感というかドキドキ感みたいなものがあるので、集中して引き込まれやすいみたいなところがあるなっていうふうに思って、まあ面白い映画でしたね。ニュースとしてはケニアのキプトゥム選手がシカゴマラソンで新世界記録、男子マラソンの新世界記録を出したという報道がありました。記録としては2時間0分35秒だそうです。